はい、皆さんこんにちは。はい、今回はですね、まあ僕のね、前回言ってた、覇者の塔ですね。そちらのまあ進捗状況とかね、を話していこうかなと思っています。はい。とりあえずね、前回、塔の35階ですね。はい。覇者の塔の35階を、クリアするためにですね、まあ、効率よくクリアするために、こちらのね、超かわいいとか言ってたね。はい。ラーちゃんですね。はい。こちらを受信化したっていう動画を出しましたよね。はい。で、35回、無事、クリアできました。戦闘に、まあ、一応ね、35回は一応ダメージオールが一応出てくるんですが、ちょっと特殊なステージということもあって、まあ、ダメージオールの自体の、ダメージも少ないということと、あとは雑魚を倒すときに、まあ、そういうダメージオールが貼られるっていうね、ギミック的な、そんな感じなんで、まあ、そんなバリバリにそのダメージオールの対策をしなくても、まあいいかっていう感じで、とりあえず、ラーを入れてクリアしました。はい。クリアパーティーは、前回紹介してましたけど、戦闘ですね。貫通枠で、まずノアですね。はい。こいつは本当に強いですね。プラズマが特に強いですね。プラズマとスピードアップっていうね。35階は特殊ステージで壁とかブロックに当たるとスピードアップするので、すごい、すさまじいスピードになります。はい。プラズマ引っ張ったままもうバーってもうすっごい勢いでね、動き回るっていう感じでね、本当にね、そこでダメージウォールがあったりするともう、じゅんじゅんと焼けまくるっていうね、もう焦げ焦げになっちゃうっていう感じなんですけど、はい、とりあえずね、1番手にこいつのね、ノアを入れて、で、2番手に、ラーちゃんですね。はい。ラーちゃんね、ほんまに、スライドショットも一応使ってみたんですが、あまり、普通の、なんすかね、本当に前方、広範囲と言っていいのかどうかっていうのが、ちょっと微妙なんですけど、まあ、前方に、まあ、バーっと、聖なるホムラって書いてありますけど、まあ、普通に水みたいなものを、ね、なんか霧みたいなものをブスッと、ちょっとね、放出っていう感じでしたね。割とあっさりしてるストライクショットっていう感じで。まあ、それよりもね、意外だったのが、この超強貫通ホーミング。こちらがね、思ったよりか役立ってくれて、意外と威力もあるし、結構ね、それで雑魚がね、打ち物した雑魚とかがね、結構死んでくれたんでね、結構使えるなって思いましたね。あと爆発で誘発できるとか、で、ボスに、魔王キラーが乗ると、ですね。はい。で、中には水属性の雑魚も出てくるので、そういう雑魚にもキラーが乗ると。はい。そういうわけで、かなり、活躍してくれましたね、ラーはね。はい。2番手。で、3番手に、前回と変わらずですね。これも前回と変わらずですね。ノアと一緒で、前回と変わらず、あの子です。今度、重心化する、リボンちゃん。はい。リボンちゃんですね。3番手にリボンちゃん。アンチダメージウォールは対応してないですけど、まあ、この子がいるだけでね、貫通枠で特に強いんでね、スピードアップ、もろにスピードアップですよね。で、まあ、ストライクショットは、まあ、そんなに使えるも、まあ、ザクザクと、まあ、往復できれば強いですけど、まあ、そこまで、バカ強いっていうほどでもない、ピンチを切り抜けられるっていうほどでもないかなっていう感じですね。はい。とりあえず、リボンちゃんはね、11月に、CD が、リリースされたと同時に、重心化が来るということで、非常に楽しみでございます。はい。で、フレンド枠にですね、ウリエルですね、ウリエル。つい先日、重心化したばっかりのウリエルですね。それの光の方ですね。光、両方とも光か、あれは。明るい、満面の笑みを浮かべてる方ですね。はい。アーサーの貫通版みたいな性能の方ですね。デフォで、ゲージショットなしで、アンチダメージオールとアンチ重力バリア
に対応していて、貫通タイプで、ストライクショットが、号令、普通の号令ですね。はい。そんな感じの、ウリエルが非常に強かったですね。使った感じとしては。はい。で、その4体でいったところ、まあ、ゲームウィズには貫通2体、反射2体がおすすめと書いてあったんですが、普通にね、今回は、ラーちゃんだけ、反射枠は、ラーちゃんだけという感じで、他はノア、リボン、ウリエルと、重心化ウリエルですね。はい。この3体、貫通3で普通にいけましたね。はい。35回はね。はい。そして、35回無事突破して、前回ね、手持ちが全然いなくて、詰まっていた36回、火山みたいなステージですね。あれもね、何気に、やっぱり手持ち、今回ね、手持ちが、ラコのラファエルとかね、はい、ランスロットとか、で、上杉謙信ですね。はい。で、フレンド枠にスサノオという感じで、行きました。36回はね。まあ、これだけ手持ちが揃っていればいけるだろうという、まあ、そういう強い気はあったんですが、やっぱりね、いざやってみないことには、ちょっと正直わからないところもあったりして、うん、本当にいけるかなっていう不安はあったんですが、無事突破しました。はい。いや、よかったですね。意外と、まあ、なんとかなるなっていう、結構やっぱりですね、その適正の、こういうガチャキャラね、強いキャラクターがいるだけでやっぱかなり変わるなっていう、うん、思いましたね。はい。で、今ですね、はい。こちら、覇者の塔ですね。こちら37回を突破しました。はい。見事。36回の後は37回、このタイトルを見てわかる通り、クシナダがボスとして出てくるステージなんですが、これはなんか、雑魚が、普通に反撃モードになっていて、で、触れると、敵側の防御力ダウンをするっていうギミックが発動する、雑魚キャラと、もしくは、その逆で、触れると、敵側の防御が上がってしまうっていうね、雑魚がいるという、結構、ちょっと変わったギミックのステージが、まあ、ステージ構成になってたという感じなんですけど、まあ、さすがに、まあ、37回が難しいかどうかって言われてるのはちょっとわかんないですけど、まあ、普通にね、僕としては、まあ、そんなに、まあ、手こずらずにというか、回数、だいたい、まあ、5回ぐらいチャレンジして、まあ、いけたという感じなんですけど、まあ、まあ、まあ、それなりにやっぱり難しいものは、まあ、難しいっていう感じですよ、結構ね。はい。覇者の塔も結構上まで来ると、うん。上まで来ると、まあ、結構難しいというイメージは、やっぱありますね。はい。ただ、鬼門のステージに比べると、まあ、やっぱり、突破しやすいかなとは思いましたね。うん。で、まあ、今回、その37回を突破した、パーティーがこのパーティーですね。アーバロンと来て、孫悟空ですね。はい。アーバロン、孫悟空と、で、フレンド枠に、ヒミコですね。ヒミコ。あいつを連れて行ったわけですよね。はい。そうすると、まあ、割かしっていうか、まあ、普通に適正の、まあ、ゲームイズ見て、適正のキャラ見てね、決めたんですけど、やっぱり、うん、適正でやっぱ組んでると、やっぱりそれなりにやっぱ安定して、まあ、いけるっていうのもありますしね。はい。で、37回は、やっぱりそのさっきも言いましたけど、防御ダウンしてくれる敵と、反対に防御をアップさせてしまう敵っていうのが結構いてですね、結構それを友情コンボを当てても発動しちゃうので、結構ね、目まぐるしくこう敵の防御アップダウンっていうのが目まぐるしくこうビュン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 変わっていってね、結構運要素っていうのが強いなっていう風に思いましたね。はい。あとはまあ慎重に防御ダウンさせた状態をいかに維持できるかっていうところにかかってるかなっていう感じはしましたね。はい。そしてですね、はい。ついにこの38回ですね。鬼門となる、最終の鬼門かな？はい。最後の鬼門かな？多分ね。はい。皆さん、モンストプレイヤーが、もう大半が、難しいと
鬼門、最後の鬼門と言っているこの38階ですね、阿弥陀村雲の再臨ということで、一応ね、攻略記事は一応読んだんですが、まあ確かに、うん、めんどくさそうというか、もう本当に難しそうというか、ひよこ床があって、なおかつ、鬼とかそういう雑魚がいるんですが、その雑魚を倒したら、ドクロマークがついてる方向にレーザーが放たれるという感じなんで、そのレーザーを食らうと非常に痛いみたいなんで、あの友情コンボを使って、まあ、離れた位置から倒すっていうね、なんかそういうテクニックがいるらしいんですよね。はい、まあ結構、うん、ちょっとめんどくさそうだな、ちょっと怖いなっていうやっぱりね、そういうイメージはあるんですが、まだやってないんでね。はい、ですが、まあやっぱりあの36回とか37回とか、まあね、あの100分は一気にしかずということで、あのやらなければやってみなければとりあえずどんな感じかわからないということで、あの勇気を出してね、あのやってみようと思います。はい、もうここまで来てるんでね。しかもですね、あのこいつですよね、あの前回 もう散々言ってましたけど、アーメノウズメですよね。はい、38回動的性のこいつがいるだけで本当に楽になるっていう風に言われててね、あの実際僕のモンストマニアの弟ですら、アメノウズメは持っていなくて、フレンド枠のアメノウズメを借りるだけで1体いるだけであの突破ができるという風に言ってるので、はい、僕はダブルアメノウズメっていう感じで、はい、あのやっぱり覇者の塔開催中ということで、あのフレンド使用キャラにね、あのアメノウズメにしてくれてる方が結構いたりするんですよね。やっぱりそれはやっぱりあの覇者の塔の38回用かなっていうふうに思うんですが、はい、とりあえずね、38回行きたいと思いますが、その前に、これ神化なんで、進化の方これですね。はい、このバレエみたいに踊っている感じですね。はい、バレエダンサー、アメノウズメみたいなね、はい、こんな感じですよね。で、まあ、性能はアンチ磁力バレエとアンチ魔法陣と、で友情コンボクリティア、これ強いですよね、本当にね。はい、特に離れた位置からその雑魚を倒す必要があるということで、こいつの友情コンボはもうクロスレーザー、ほぼ画面全体にレーザーがガンガン飛ぶので、かなり強いですね。はい、でアンチ魔法陣で火起こにもならないし、重力バリアにもかからないということですよね。はい、というわけで、進化の方いきたいと思います。はい、進化開始。はい、まあ神化してあるんでね、重心区はいらないと。はい、はい、この踊り子ね、はい、この踊り女神、まあ雨のうずめかな、この漢字はちょっとよくわかんないけど、これちょっとよくわかんないけど、はい、まあ普通に綺麗というかね、美女というか、まあ可愛い踊り子かなというね、そんな感じのキャラですよね。はい、でアタックがもうちょっとタスがいるのかな。はい、さあアマテラスちゃん出ていらっしゃい。はい、ということで、なんかすごいアマテラスっていうと、またこの方神っていうか神話系のまたキャラクター、犬神みたいなキャラクターだったかな、ちょっとよく、まあ、その辺そんなに僕はちょっと詳しくないんでちょっとわかんないですけど、はい、ストライクショットでピンチを切り抜けられる、あの出雲と同じタイプのストライクショットですね。何だっけ、貫通タイプになって、敵を貫きつつ、あのアイテムを1段階成長させるというね、あれですよね。はい、というわけで、タスを食べさせて、あと125ということで、こいつ1体と、はい、こいつ1体でマックスですね。はい、はい、これで、虹の極みですね。はい、大成功。こういう時の大成功は気持ちいいですね。はい、はい、ということで、38回用の、アメノズメ、ね、爆絶ガチャで、まさかの展開で、ガブレル狙いでやったら、アメノズメが出たと。で、まあ、
結果的に、先日も散々言ってましたけども、覇者の塔ね、こう登りきれる、登れるという、安定キャラ、適正キャラ、これが手に入ったことで、まあ、安定して毎月開催される覇者の塔のね、まあ、安定してそこを登りきれるという感じで、まあ、その要はまあ簡単に言えば、まあ応募が68個毎月確定でもらえるようなものなんで、これ登ってればね、はい、そういう意味で費用対効果という点で考えれば、ガブリエルが当たってそれで終わりというよりは、アメノズメが当たって38回、一番難しいと言われている38回ね、こちらを安定してクリアできるようになった方が、オーブがもうね、確定で68個確定でもらえるという状況になったっていう方が、まあ、断然その費用対効果っていう意味ではかなりこっちの方が良かったっていう風に思ってます、普通にね、はい。まあ、ガブリエル確かに欲しいですけど、まだそのまあ急ぐ必要はないかなっていう、まあ、感じですね。まあ、あとは覇者の塔ね、覇者の塔を、68個もらえるのと、あとは毎日ログインすれば、まあ、何かとこうお祭りとかお詫びをオーブとかで結構溜まっていったりするのでね、はい、ご覧の通り今もうオーブが103個ありますね、はい。こちらもね、毎日ログインと、あとは35回かな、はい、こちらですね、35回突破した時にオーブが20個もらえたので、はい、もうすでに、100個超えてますね、オーブがね、はい。これで、40回までクリアすれば、さらにオーブが40個手に入るわけですね、はい。非常に楽しみでございます、はい。というわけで、とりあえず38回ね、行く準備はできたんですが、とりあえずプレイ動画は前回も言ってましたけど、もう散々言ってますけど、録画しながらねやってると音がどうしてもずれた状態でやらないとダメなんで、どうしてもゲージショットをね全然成功させられないというね、見れたもんじゃないという動画になってしまうので、プレイ模様はお見せすることはできないんですが、動画外でやるのでね、本当にねこれ頑張ると思います、はい。オーブ68個と、あとはバベルですね、バベル、バベル何気にめちゃ優秀ですよね。唯一トリプルギミック、ギミックに対応している、3種類のギミックに対応している唯一のキャラクターですよね、多分ですけど、僕まだ初心者なんでちょっとよくわかんない。こいつが神化したら飛行と、アンチダメージウォールと、あとなんだっけ、なんか3つありましたよね、はい。なんか一応3つあって、唯一そのギミックというものに3つ対応している初のキャラクターですよね、バーベルは。神化したらあいつめっちゃ強いですよね。あれ運極持ってる人多いですよね。そういう人はやっぱり覇者の塔結構毎回登ってるんだなっていう感じですよね、うん。やっぱそうなった方が費用対効果っていう面でもかなりいいと思ってます、はい。というわけで今回はまあ一応覇者のね、覇者の塔の進捗状況という報告と、あとはまあこちらのアメノズメですね、こちらはまあ進化、38回用に進化したという動画でした、はい。あとは進捗状況はね、結構ツイッターとかでもその都度クリアするときとかにその都度ねつぶやいてたりするので、興味ある方はぜひ僕のツイッターもねぜひ見てみてください。僕のツイッターは動画の説明欄に書いてあります、アドレスがね、はい。というわけでよろしくお願いします。じゃあ38回、攻略動画とかね見つつ頑張りたいと思います。こっから、ここを突破すればね、あとはもうゴールを目指すだけという感じですね、はい。そしてオーブが40個もらえると、はい。そしてあとはもうガチャを待つだけという感じになるわけですね、はい。というわけで今回は、はい、
雨の爪ですね。こちらをまあ神座化して、あとは、まあ、塔の進捗状況を語ってみたという動画でした。はい。というわけで、今回はこの辺で、まあ、さっくりと、いつも長々となるんでね、はい。さっくりと終わりたいと思います。はい。じゃあ、ありがとうございました。またよろしくというか、またよろしく前回も言ってたな。またよろしくっていうのは応援よろしくお願いします。はい。では、また。